これちゃこんばんは。あと1時間で誕生日が終わりそうなユキヤと、あとしばらく誕生日が来ないテダと、俺もしばらく誕生日が来ないミガチと、俺あと何ヶ月これ、1,2 どうも、あと1年後ぐらいに誕生日のスズです。ってことは今日誕生日じゃねえじゃん。違いますね。おめでとうシズ。いや、正確に1年後じゃない。やっぱ花火大事やん。正確に1年後じゃない。おめでとう花火。いや、正確に1年ちょっと金でもあるし、はい、どうも金でですということでね、あとイーダーに来てもらってね、あとハルさんにも来てもらったんですけども、今回はですね、この8人でですね、前回謎にね、まずリスナーさんにもすごい好評だった30秒で止めよう、止めろ、ん？止め、ん？止めろ？マイクラストップウォッチバトルというのをやりたいなと思います。で今回もですね、30秒のものを作ってもらうんですけども、今回ちょっとね、2人、1ペアになってやってもらうということで、例えばですね、片方が10秒持ってもいいし、片方が20、片方がね、10秒持って、もう1人が20秒持ってもいいんですよ。とりあえず、じゃあ片方が30秒持っていいですか？いや、それはダメです。とりあえず、2人で30秒、ちょうどのものを作った人が勝ちというバトルを。なんでもいいの？なんでもいいです。なんでルールがわかんないです。ちょ、かなでさん、俺すごい気になるんだけど、これ何これ天空。いや、なんか、バトンタッチしてほしいです。片方がまずね、最初の10秒やって、次が20秒やってもいいし、最初の人が15秒やって、次の人にバトンタッチして15秒でもいいから、ちょうどね、2人で合わせて30秒になればいいんですよ。わかりますか？わかる人と組めば大丈夫やろ。でも、わかる人と組んでほしいねんけど、今からガチャします。はーい。じゃあこれからチームが決まったということで、2人1人でね、部屋に入ってもらって、2人1組に入ってもらって、作ったものをもう動画にそのまま発表しちゃうということで、建築の時間はねもう全部カットなんで、皆さんもう好きにね喋って作ってください。何作る？俺カニ作りたい。いや、楽しみやな。奏のやつだけなんとなく分かっちゃったけど、なんかなポン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 言ってるから隣で。そうやな。なんかそっちも破壊してたけど。いや、これミスってクリーパー。なんか俺クリーパーに爆死されて15秒作ろうとしてたよね。じゃあミスって、壁爆破するっていう。それじゃなくなって。やばい！なになになに？マジ？何があった？やばい。は？こいつら、メズロマックイーンが。あ、待って、俺らの。多くないそれ。壊れてる、ちょっとやばくない？ちょっと待って。は？もう、は？って。もうこいつら敗退やろ。もう、焦ってる。ということでね、まあいろいろとね、災難あったんですけども、これからね、結果発表していきたいなと思います。結果発表。でね、まあ普通なら左から右に行くんですけども、この二つ目ね、テトとカナダグループあると思うんですけど、彼らね、ちょっとこの発表前にすごいなんか爆発でね、いろんな建築物ぶち壊しまくったんで、彼らは怖いんで最後にするということで。行きますか、一番初めから。エントリーナンバー1。エントリーナンバー1。イリタ。春卵。前回の屈辱を晴らせるのか、エリ卵。17秒の記録。19秒やった。ちゃんとしてる。マジ？これは、まあね、競馬をね、モチーフにした感じで。おー、なるほどね。もうですね。ハゲオヤジを走らせてって、で、最初1番がゴール。で、次2番がゴールして、ちょうど30秒になるように計算され尽くしたコースになります。あー、じゃあ2人で乗るんだ。それ1人1匹ずつ。乗って、みたいな感じ。すげえ。いや、1番は誰が行くんこれ、ハルさん？名前がついてるよ。メジロマックイーンだ。怒られる？おにゃんこぽん！おにゃんこぽんついてる。おにゃんこぽん。いいですか、ハルさん。いいっすよ。じゃあ、よーい、スタート！おっす。てて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 て
でで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 時間配分だっておめえな。おー、なるほどね。つってった。あの人も死ぬしかないんだ。頑張れ、おじゃんこっぽ。頑張れ、頑張れ、頑張った、頑張れ。はい、おー、取れ。
お、ということで、結果をね、結果をちょっと発表してもらおうかなと思います。はい、じゃあ、すいません、お願いします。いきます。来い。ほい。わーい、すげー、すげー、すげーわ、お前ら二人で、やばっ。帰ってたやつ。帰ってきた、知らないぞあいつ。え、もうこれね、1万点に30秒出されたら、もう30秒出さなきゃいけないから。すげえ、近いな。うん。ということで、次が、みかんしずのね、発表ということで、お願いします。みかんしずてーてー。おー、おーれです。まあ、紹介。なんか、みかんさんっぽさあるな。うん。紹介お願いします。なんか、こんな通っちゃうな。ね、この上のね、ドロッパーからね、スイッチを押すと、鶏が出てくるんですね。はいはい。で、その鶏が、このね、水の中を、って通って、降りてって下のね圧死する場所に行きます。はいはいはい、はい、ここでベージーって圧死させて、うん、落ちた肉をペッて落として、うん、下に落ちてきて流れてこのかまどに入ってきて焼いたのをしずさんが食べて終わり。あーえっ、ー、マジで終わるんだ、ね、食べんの。すごいそれ、え、ガチなピタゴラスイッチじゃないこれが。ちなみに言うとここでたまにね、鶏がなぜか耐えるんですよ。あー、運要素あるなぁ。まあ、罰ゲームはでも手と金で確定やからね。罰ゲームあんのかい。いやいやいや。そんななんだこれ。いきまーす。さすがに。はい。よいしょ。これガチピタゴラスイッチだね、これ。通りで鶏が足する音が隣から聞いてくるわけだ。うわ、すごい、工場みたいな。落ちて金だけいったー。肉がない、あ、肉がハーネクエイ、ハーネクエイ。やばいです、1回勝負です、これは。いやいや、あのさ、もう負けとしてあと1回やらせてあげようや、マジで。あんね、肉落ちてこんには話にならんない。いや頼むで、マジで肉だけいってくる。さっき肉だけいったのにな。なあ、頼むぜ、マジで。これまた行ったらおもろいんだけど。おー、来た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 。あ、シズが食えるか。燃えてる。シズ食えないんじゃない。じゃあこっち向いて食って。クリエイティブとかじゃない、大丈夫。いや、食える食える。クリエイティブでも食えるで。食えるんだ。ん、焼けないんだけど。いやいや、エンティブ。いや、焼けないなぁ。あ、よし、エストアップ。これは、待って、よくなるか。よし、え、これは、これは、想定外ですね。まあ、あれですね。シズのイレギュラー要素もあるから、しょうがないよね。まあまあまあ。でも今のバグだと思うんですよ。まあ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 。32。あー、あー、はい、やべえ、やべえ、やべえ。まず、映像見たら分かる。爆風のせいにした方がいいじゃない。映像見たら分かる。バグだ、今。今、爆風のせいにした方がいい。はい、ということで。テーマ。あ、まあ、とりあえず、雪やにということで。はい。ね、本当は落ちがかりだったんですけど、まさかの落ち取られたんで。はい。大爆発いな。そういう内容やとは思ってみてください。別に落ちでも何でもないんだけど。事故です。はい。ちょっと、有吉さん見せてあげて。はい、テーマはサルガニ合戦です。お、え、あれ上なのカニやろ。カニやろ。やばい。サルマやばい。ゆきやさんがここで反復と横跳びして、え、で最後俺がこれを出して終わりです。意味わかんない。まあ簡単に言うと反復横跳び11回するんですよ、僕これ端っこから、ね、はい、すると、まあ、15秒になって、アニメ屋さんがそのレバーを何回でしたっけ、35回ですね、やると、まあ、15秒らしいんですよ。嘘でしょ、あれまたか、アニメ屋さんそれ。はい、行くでー。はーい、ちょっと待って、手震える、待って、手震える、オッケー、いいよ、よーい、スタート。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74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 
ったんすか。いや多分ちょこれ踏んでるんですかね。いやでもシズに邪魔されてたからさ。数えんなよお前マジで。この3が一番邪魔してたよ。え誰の話。シャーシャーシャーあいたーマジで。すげえ天才よ。天才だ。前回も邪魔したけど30秒やった。さあ、落ち。落ちとなってしまった。落ち担当。はい、落ち担当。落ちとなってしまった。実際は30秒かどうかもわからない設備を。はい。大事故を起こした。テトとね、カナデのね、作品なんですけど、紹介お願いします。前回と同じ機械な、これ。これは、あれですね、豚さん、カナデが、この豚を操作して、はいはいはい、はい。で、アスレチックをしていって、はいはいはい、はい。で、最後に、奏が死んで、30秒です。失敗したら終わりだよ、ね。はい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 。え、テトさんも何の係ですか？何できんの？え、これ、俺は、これ作って調節して、タイム測る。で、奏がアスレチックを基本やるっていう。実質一人やから。実質一人、確かに。じゃあ、行きます。はい。はい。よーい、スタート。大丈夫なんか今ビギリビューンって言ったけど大丈夫かな。大丈夫大丈夫。計算シュールやな。シュールすぎる。シュールストルビングって感じやな。生きるそれ。生きるの。生きるんや。すごい。意外とね豚がね優秀なんすよね。すげえすげえすげえ。そこで切るんよ。全然俺より焦れる前って。そのブロックいけんだ。あれ？あ。これはさっきの問題の。天まで行った。すげえ。こう落ちてくるまで。あれ？あれ？知らない。知らない。あ、わかりましょう。わかりましょう。いきます。はい。よーい、スタート。大丈夫、スピードついてるよ。いや、まあ、大丈夫、ね。スピードつけないとクソ遅くてこいつやってらんないですよ。さっきのミスです、全部。ああ、ミスだったんや、一回のね、は。あらゆるものを見せてた。なるほど。すごい。これがね、もうこれで決まるからね。これ本番ですよね。あ、先つけてるわ、本番。これシンプルの操作テクいるからね。マジでむずい。お、いいんじゃない？完璧、完璧、完璧。で、ぶっ飛んで。いった。死んだ。はい、はい、2回やりました。はい、終わりでーす。死んだ瞬間なんで、はい、行きまーす。なんか、はい、早くなかった。あ25秒か、はい、25秒。もうダメだー。え、これめっちゃおもろい。俺のとこダメだよ。さっきこうやってったのよ、俺。こうやって。したお前おいおいお前おいちょっと何してんのバカやろ